はい、どうも、ゆっきーでーす。今日はね、かねてより、ちょっとやりたかったのが、この、ポテトチップスの、レビューというか、比較ですね。どっちが、美味しいのかって。こっちが小池屋の、ポテトチップスで、こちらが、カルビーの、ポテトチップス。どっちも薄塩味。どっちも薄塩で、となってます。これ基本的にポテチは、よく買うんですけど、だいたい酒の当てにするんですよね。魚にするんで、ということです。はい。で、一応言っとくか、これ。めんどくせえけど。原材料名がジャガイモ、カッコ、遺伝子組み換えでないと、植物油と、食塩と昆布エキスパウダーと、デキストリンと、調味料、カッコアミノ酸など、カルビの薄塩の、ね、原材料名はこうなってると。で、じゃあ次この、小池屋の、薄塩。原材料名が、バレイショ、カッコ、日本、遺伝子組み換えでない、と、植物油と、食塩とデキストリンと、調味料、カッコ、アミノ酸など、となっております。ここで、気になるのが、こっちは、カルビーの方はね、じゃがいもとしか書いてない。じゃがいもと遺伝子組み換えでないと書いてあるんですけど、国内産とかは書いてないんですよね。カルビーの方は。だがしかし、こっちの、小池屋の方は、じゃがいもじゃなくて、バレイショ。カッコ日本で遺伝子組み換えでないって書いてあるんですよ。だから、バレイショっていうのはあれですよね。ジャガイモの品種ですよね。ということです。つまり、お分かりのように、こちらカルビーは、確実に外国産の、ジャガイモを使っているところです。で、ここにも書いてあります。日本産ジャガイモ 100% って書いてある。それは小池屋です。さて。とりあえずそれは置いといてですね。それでは、食べ比べしていきたいと思います。酒のつまみにするためにプレミアムモルツを飲みましょう。やっぱね、ポテチはね、あれなんだよ。酒のつまみに最適なんだ。じゃあ、小池屋食べまーす。普通ですね。じゃあカルビーの、薄塩
食べまーす。あ、これあれだ。これ、違いが分かった。それはね、あのね、見た目で分かる。あの、こっちが、カルビー。で、こっちが、小池屋ね。これね、見るとね、あのね、確実に厚さが違うのと、色も違うんですけど、あの、カルビーの方はすごい、あの、薄いです。こっちは、あの、若干厚い、厚みがある。っていうことですね。うん。どっちもうまい。間違いない。どっちもうまいわ。神山サーバーで。これどっちもうまいですね。あの、塩気はね、あの、どっちも大して変わんない。どっちも、あの、どっちかしょっぱいとかじゃないですね。でね、ここにね、あの、裏に栄養成分表が書いてあるんですよ。ここも比較してみましょう。カルビーの方が、1袋 60g あたり、エネルギーが 336kcal。で、小池屋の方は、こっちも同じく1袋 60g あたりとなってますが、エネルギーが 340kcal。まあ、4kcal 違う。こっちの方がた、あの、カル、あの、いや、小池屋の方が若干多いと。まあ4なんでもたかが知れてるけどな。で、炭水化物は 32.3。カルビーが。のにかかわらず、お?え?ああ、びっくりした。炭水化物 34.0g です。まあ、差が 1.7g ぐらいですよね。で、タンパク質が 3.1g に対して、こちらが 2.4g。うん。で、脂質が 21.6g。あ、どっちも 21.6g、脂質は。同じです。残るはこれですね。食塩相当量というのが書いてあるんですけど、カルビーの方は 0.6g。小池屋の方は 0.7g と。若干こっちの方が 0.1g、あの、塩が含まれている。つまり、まあ、若干おそらくしょっぱいんだ。うん。多分な。完璧。ただその 0.1g の、違いが分かるか分かんないかですよね。うん。これはどっちもあれだな。まあ、でもあれでしょうね。だって小池屋は日本産のジャガイモ 100% 使ってるんですよ。ね。でもカルビーは確実に外国産です。で、その、あの、どこに、どこで取ってんのかっていうのを書いてないんです。だからアメリカなのか、中国なのか、まあ、下手したら中国の可能性もあると。ね。
まあ、まあ俺は基本的にそんなのどうでもいいんですけど、まあどうでもいいはどうでもいいんだけどな。まあうまいかまずいかになるんですけど。うん。これちょっとあれだな、難しいな。うん。でもカルビンの方はね、薄いからね、パリッとするんですよ。サクサク。うん。サクサクです。うん。小池屋の方は熱いんで、まあ、パリッとはしないですね。こうサクサクっとは、うん。これ食感の味の違いだけだ、これ。どっちもうまいな。これは、これこ、あの、人の好みです、これ。うん。うん。これどっちもうまいわ。うまいった。これあれだな。どっちがうまいっていうのは、これ決めなきゃいけないんだけど、これ。あれだ。これ決まんねえわ。これ絶対決まんない。うん。うん。まあ、個人的にはですよ。まあ、いわゆるマクドナルドのポテトがサクサクするのが好きか、しなしなが好きかみたいなもんですよ。うん。なんで、これはもうほとんど差がないっす。差がないんだけど、やっぱカルビーの方はサクサクってするんで、あの、食感がすごい、あの、気持ちがいい。うん。ということで、まあ、非常に、これ接戦です。うん。これ接戦ですね。うん。だから、健康志向の人だったら、まあ当然、国内産 100% の、あの、小池屋を選ぶべきなんですけど、俺は別にあの、もうタバコとか酒とか飲んでる時点でもう、あの、健康なんて知ったことじゃねえっていう人間なんで、個人的なこのカルビーの薄塩味を、選びます。ほんのわずかの差ですけど、これは、うん。勝者、カルビーの薄塩。ご視聴ありがとうございました。